朝日健太郎は、日本の政治家、元、男子バレーボール、ビーチバレー選手。学位は修士。熊本県熊本市北区出身。身長199センチメートル、体重95キログラム、血液型 A 型。自由民主党所属の参議院議員。NPO 法人日本ビーチ文化、振興協会理事長。日本バレーボール協会事業本部運営委員。 ビーチバレーボール事業本部企画競技部長。株式会社フォーバル男子。バレーボールチーム監督。2013年4月から BES 富士のバレーボールチャンネルでメイン MC を務める。熊本市立くすのき中学校でバレーボールを始める。バレーボールの名門の鎮勢高等学校で、春の高校バレーとインターハイの準優勝を経験。法政大学時代には1995年に、 全日本大学選手権で優勝。1997年にはユニバーシアードに出場。内定選手としてサントリーから V リーグに出場し、在学中に全日本代表にも選出された。大学卒業後、サントリーに入社。1998年の世界選手権、1999年のアジア選手権、ワールドカップ、シドニーゴリンアジア予選に出場。 2000年から2002年にかけて、V リーグでのチーム3連覇に貢献した。2002年春、元全日本のリベロ、西村光一と共にビーチバレーに転向し、プロビーチバレーチーム、ビーチウィンズを結成。2005年には、渡辺里氏、2006年からは、白鳥勝弘とチームを組んだ。2008年7月から、賃貸と、スポンサー契約を結んでいる。2008年8月、 白鳥とのペアで、北京五輪に出場。日本ビーチバレー男子史上初の勝利を挙げ、予選ラウンドを2位で通過。決勝は9位に終わった。2012年7月4日、白鳥とのペアで、2012、ロンドンオリンピックビーチバレー男子日本、代表決定戦で、青木慎平、日高雄二郎ペアを下し、ロンドン五輪に出場した。同年9月24日、 月末の JBV ツアー2012第6戦をもって、現役引退することを発表した。2012年11月、NPO 法人日本ビーチ文化、振興協会理事長に就任し、日本国内の海岸利活用活性化事業に努め、裸足の文化を提唱する。2014年3月、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士、家庭修了。 修士の学位を取得。平田武雄教授に指示。論文テーマは、我が国におけるビーチバレーボール振興策に関する研究。2014年4月より、日本バレーボール協会ビーチバレーボール事業本部にて、ビーチバレーボール企画運営面に従事する。2016年、第24回参議院議員通常選挙に、自民党公認で東京都選挙区から出馬し、 644,799票を獲得して五位で初当選した。2020年9月18日、菅義偉内閣で国土交通大臣政務官に就任。2002年、当時全日本男子バレーボールチームの主力であったにも、かかわらず、突如、ビーチバレー転校を宣言し、バレー界を強担させる。朝尾美和のビーチバレー人気と同時期に活躍するが、 世間からビーチバレーは男子もあるのかと世間から認知を得るには時間がかかった。2012年10月引退会見においてインドアバレー、ビーチバレー双方の日本代表経験から今後のバレーボール界発展のための架け橋になると宣言する。2013年から理事長を務める日本ビーチ文化振興協会において砂侍へとなり、 世界中の砂の感触を独自の視点で品評し、最適な活用方法を提言している。妻は元競泳選手であり、妻との間には二児がいる。また妻の妹は2000年シドニーオリンピック、競泳日本代表選手の磯田純子である。ありがとうございます。